金太と銀次は友達だ。もうずいぶん長いこと友達だ。仲がいいのか悪いのかはよくわからないが、なんとなく友達だ。二人は二日に一回ぐらい会っている。なぜそんなに頻繁に会うのかというと、二人とも毎日暇だからだ。では、なぜ毎日会わないのかというと、一人で過ごす時間も大切だからだ。金太、昨日何してたん？俺、木の実拾いに行ってた。何の木の実？名前わからん。食うやつ？うん。でも、殻がめっちゃ硬いからな。水につけとかなあかんの。うまい。そのまま食ったらまずいな。苦い。水につけた後に、ビアの葉っぱで藁と一緒にくるんで、半日ぐらい茹でんねん。ほんじゃ苦味が取れんねん。葉っぱでくるんで茹でるって自分で考えたん？そらそやろ。自分でやるしかないやろ。わざわざその木の実食べんでもええやん。そうやけど、食ったことない珍味食いたいや。ああ、それはなんとなくわかるな。そやろ。うまくいったら嬉しいやん。そういうのはお前のいいとこやと思うわ。え？そんなん言われたら照れるやんけ。悪いとこの方が多いけどな。あ？お前一言多いねん。俺正直やからな。